はい、ミヤシオンです。長いこと作っていた MR2 のハーフサイズライト完成しました。はい、こんな感じです。もう最初の頃とはだいぶ姿形は変わってしまいました。で、ライトの本体にはバイクセノンプロジェクターユニットを取り付けてあります。こいつですね。これがね、もうここの内部にリフレクターがあって、このユニットだけで、完結するので、これを選定しました。まあ、おかげでね、だいぶ大きい目になりました。そして一番やりたかった光軸調整も完全にできるようになりました。でね、このライトの回転方向っていうんですかね、このカットラインがこう斜めになったりとかするので、それの調整はここにつけたこのバルブを回転させることで対応しようと考えていましたが、まあ実はね、このバイキセノンユニットはカットラインを作るためのシャッターが閉じたり開いたりすることでカットラインを生み出すんですが、そのユニットがこのバイキセノンユニットに入っているので、こいつ自体を回転させる機構を新たに再設計して追加しました。ここの部分ですね。このバイキセノンユニット自体はこのケースではなくて、こちらのアダプターに取り付いています。で、ここにあるネジ4箇所あるんですが、これを緩めてこのように回転させられるような機構を作りました。これね、だいたい15度ぐらい、回転できるように作ってあります。なので、もしカットラインが斜めになる時などには、ここのボルトを緩めてここの角度を調整します。ちょっとここはね、やりづらいんですが、まあ仕方がないかなと思います。まあ、そして配線の方はこのようにエッジ4バルブ用のコネクタを取り付けました。まあ後々ね、バルブを交換するとき用に、なるべく大元のバルブは加工しないで取り付けられるようにしてあります。で、いまいち残念なポイントとしてはここですね。今ここにアルミテープで隙間を塞いであります。これがちょっとかっこ悪いですね。まあね、この中に水が入ってもそんなに影響はないんですけれども、なるべく水が入らないようにするために、アルミテープを貼り付けてあります。このクリアレンズ自体はこの左右でビス止めしてあります。なので簡単には外れないとは思うんですが、とりあえず水の侵入を防ぐという目的でアルミテープを貼っています。ちょっとここは残念ポイントですね。まあ外からは見えなくなる部分なので、まあこれでいいかなと思っています。はい、これが、約1ヶ月ちょっとぐらいかけて作った MR2 のハーフサイズライトユニットです。これを車体に取り付けていきます。はい、取り付け完了です。ちゃんとした光軸調整がしたいので、このまま夜を待ちます。車がすっぽり入るような倉庫みたいなガレージが欲しいんですが、まあ、あいにくそういうものはすぐはないので、夜調整をします。はい、夜になったので光軸調整行っていきます。今だいぶ下の方にいますね。本当はこのライトのカットオフラインの位置をもっと上まで持っていきたいんですね。あと50センチぐらいっていうのも、銃声の位置がそれくらいだったので、それくらいの位置で合わせたかったんですが、もうね、この
ライトユニットの調整幅がありませんでした。今これ現時点でいっぱいいっぱい上方向に調整してあるんですが、このリフレクターの部分がもうすでにこの板金に干渉してしまっていて、これ以上上に上がらない状態になってしまいました。いや、ダメだ。いや、悔しいな、もう。めっちゃ悔しいな。はい。1ヶ月半にわたって作成してきた MR2 のハーフサイズライト。最後の最後で失敗です。いやー、悔しいですね。めちゃめちゃ悔しいです。一番やりたかった光軸の調整機構、これがうまいこと機能しませんでした。はい、以上、今回は残念な結果でしたが、ご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。